伊藤さんとです。うん、拳が咲いてるね。拳ちょっと枯れ目だけど、うんうん、登るのやめましょうね。こういうのね、まあ、昔ハンタ君とか簡単に登ったけど。よし、行くぞ。駅伝がね、作ってくれるんだね、こっちの道をね。いやそのさ、つくづく思うよね、この電気とエンジンのありがたさ。うん、そうね、電気がなくて暮らせませんよね。今難しいっていうか、うん、相当ワイルドだよね。そうだよ。俺は死に物狂いで電気作るわな。でも最近俺ね、うん、太陽光をやろうかなと思って。うん、わかるわかる。俺もいろいろ家のシステムに太陽光を取り入れてきてる。あれいいよね、やっぱり。あ、もうやってる？いろいろね、玄関の電気は太陽光だし、それからその庭のなんか点々と、よくガーデンライトみたいなの売ってるの知らない？あれソーラーだし、うん、風車もさ立てたんだけどさ、うん、いやビュンビュン回るんだけど、ブレードが折れてさ。それカナダのメーカーでなんかさ、こう、まあまあ、まず買う前に自分で作ろうと思って、今、塩ビ管加工して作ってる最中。かなり作業止まってるけど。まあ、2年後ぐらいじゃない？ああ、いいね、そのくらいのペースで。支柱立てんのもすごい大変でさ。こいのぼり立てるぐらいだからね。そうそう、半端なさ、支柱だったらすぐ、曲がっちゃうんだよね。風は強いわ。うん、最近風強いもんね。強い。まあ春一番だね。そうね、春はね、強風吹くね。怖い怖い、風は怖いわ、農業者にとって。あ、いいね、この道。うん、だって年に1回くらい草刈りしてんでしょ。だからさ、こういうさ、地道な作業を結構、なんていうのかな、都市の人は知らないと思うんだよね、この送電線をさ、管理する、立てる作業とか管理する作業とか、冬はさ、雪ついたり雪落としとかしてんだよ。すげえ、マンパワーだよ。そりゃあ、あれだよな、高いよなって。そうそう、でもね、こう技術が発達してくると、結構自分で作れる電気もあるんじゃないかなっていう、俺はちょっとね、模索してるんだよね。そのままだ。よいしょ。あ、階段がついてる。あ、これはいいわ。笹こぐの大変だもんね。かな、例年と比べて。花が綺麗だね。エゾエンゴサク美しいね。片栗、艶やかな色だね。片栗、エゾエンゴサク、ヤチブキも生えてる。ヤチブキ。うん？
よし、俺もここに立てるか。よいしょ。せーの。現場でございますけどね。さあ、ここから約1時間ですか。だって1時間か1時間半ぐらい。まあ1時間で勝負はしよう。まあ、まあ、その後さあ、どうですか。でも、あの車に置いてきちゃって。携帯は置いてきちゃった。ああ、そうか、俺携帯を持ってた。あと、これがビビビっていうのが1時間で鳴らして、うん、で、わーいって声かける、うん、どっちかと宮城行きましょう。ん宮城、まあ、こっちで離れるんですけど、まあ、こういうの見つけるんです。今8時51分だから9時スタートですよ。うん、だから9時スタートせいで、うん、10時にアラームが鳴る。そうだね。携帯忘れちゃったよ、俺の持ってきて。何のために持ってきたんだ俺。はい、9分後。はい、というわけで約1時間、まあおそらくね、1時間ちょっと超えることになると思いますけど、じゃあ、1時間経ったら、パパ、うん、はい。黄色だもんね。そうね。川の音だけ聞こえなかったね。結構さ、川の音のボリュームって大きいよね。大きいね。無意識に落とし下げてってもらったんですよね。うん、この川の音、水の流れの音がさ、どれだけ健康にいいかっていうのがカメラに時計ついてるわ。そうよね。うん、カメラ持ってあるんですか。そうだ、うん、カメラに時計ついとる。庭も整備したいなって。ああ、そうね。川ね。うん。いいんだ音が。これくらい流れたら面白いね。これくらい流れたら面白いね。ここいくらなんかな。ダンビはね、結構安いと思う。それでもね、買う単位がでかいから。うん。でかいでかい。そのくらい見とった方がいいと思うな。よし、あ、2月に始まるっすね。始めたんですか。あ、そうですね。よし、この、大事だよね、使ってね。スタートです。
さっき2人が当たろう。うん、そうね、取って、そう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 。じゃあ